今回は日向坂46のメンバー募集の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、日向坂46のメンバー募集の話題、ネットでもよく見かけるよな。そうね。気になるわ。メンバー募集って、アイドルグループでよくある話だと思ってたけど、日向坂46の場合はちょっと違うみたいなんだぜ。どういうこと？実は、日向坂46のメンバー募集は、他のアイドルグループとは少し違う方法で行われているんだ。どういう方法なの？日向坂46のメンバー募集は、オーディションではなく、スカウト制なんだぜ。スカウト制？つまり、事務所から直接、才能のある女の子に声をかけ、メンバーに誘う方法なんだ。事務所から直接声をかけられるなんて、すごいわね。だから、日向坂46のメンバーは、みんな選ばれし者なんだぜ。選ばれし者？もちろん、スカウトされるには、才能や魅力がなきゃダメだけどな。そうよね。それに、日向坂46の場合は、メンバー募集だけでなく、グループの名前自体も話題になってるんだぜ。名前？日向坂46って、もともとは欅坂46の2期生で結成されたグループだったんだよな。そうだったわね。ところが、グループ名が、日向坂46になったことで、パクリ疑惑が浮上したんだぜ。パクリ疑惑？実は、日向坂46と同じグループ名義で活動している別のグループが存在するんだ。え？そのグループは、日向坂46とは無関係で、別々のグループなんだ。ということは、日向坂46は、そのグループの名前をパクったってこと？まあ、そうとも言えるだろうな。でも、どうして同じグループ名義で活動しているの？それは、両方のグループが同じ事務所に所属しているからなんだぜ。同じ事務所？つまり、事務所が同じグループ名義で別々のグループを結成したってことなんだ。ちょっと複雑ね。事務所としては、同じグループ名義で別々のグループを結成することで、より多くのファンを獲得しようとしたのかもしれない。なるほどね。ただ、このグループ名義のパクリ疑惑は、ファンや世間からされて、問題になったんだ。そうね。結局、事務所は、グループ名義のパクリ疑惑を解消するために、別のグループの名前を改名したんだぜ。改名したの？そうだな。でも、どうして、同じグループ名義で活動しようと思ったのか、ちょっと理解できないわね。事務所の戦略が功を奏したのか、それとも失敗だったのか、それは今後のグループの活動次第だな。そうね。日向坂46は、メンバー募集やグループ名義の問題だけでなく、様々な話題を提供してくれるグループだな。確かに、そうね。これからも、日向坂46の動向から目が離せないぜ。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46のメンバー募集の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、日向坂46のメンバー募集の話題、ネットでもよく見かけるよな。そうね。気になるわ。メンバー募集って、アイドルグループでよくある話だと思ってたけど、日向坂46の場合はちょっと違うみたいなんだぜ。どういうこと？実は、日向坂46のメンバー募集は、他のアイドルグループとは少し違う方法で行われているんだ。どういう方法なの？日向坂46のメンバー募集は、オーディションではなく、スカウト制なんだぜ。スカウト制？つまり、事務所から直接、才能のある女の子に声をかけ、メンバーに誘う方法なんだ。事務所から直接声をかけられるなんて、すごいわね。だから、日向坂46のメンバーは、みんな選ばれし者なんだぜ。選ばれし者？もちろん、スカウトされるには、才能や魅力がなきゃダメだけどな。そうよね。それに、日向坂46の場合は、メンバー募集だけでなく、グループの名前自体も話題になってるんだぜ。名前？日向坂46って、もともとは欅坂46の2期生で結成されたグループだったんだよな。そうだったわね。ところが、グループ名が、日向坂46になったことで、パクリ疑惑が浮上したんだぜ。パクリ疑惑？実は、日向坂46と同じグループ名義で活動している別のグループが存在するんだ。え？そのグループは、
日向坂46とは無関係で、別々のグループなんだ。ということは、日向坂46は、そのグループの名前をパクったってこと？まあ、そうとも言えるだろうな。でも、どうして同じグループ名義で活動しているの？それは、両方のグループが同じ事務所に所属しているからなんだぜ。同じ事務所？つまり、事務所が同じグループ名義で別々のグループを結成したってことなんだ。ちょっと複雑ね。事務所としては、同じグループ名義で別々のグループを結成することで、より多くのファンを獲得しようとしたのかもしれない。なるほどね。ただ、このグループ名義のパクリ疑惑は、ファンや世間からされて、問題になったんだ。そうね。結局、事務所は、グループ名義のパクリ疑惑を解消するために、別のグループの名前を改名したんだぜ。改名したの？そうだな。でも、どうして、同じグループ名義で活動しようと思ったのか、ちょっと理解できないわね。事務所の戦略が功を奏したのか、それとも失敗だったのか、それは今後のグループの活動次第だな。そうね。日向坂46は、メンバー募集やグループ名義の問題だけでなく、様々な話題を提供してくれるグループだな。確かに、そうね。これからも、日向坂46の動向から目が離せないぜ。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46の影山優香の育について解説するぜ。よろしくお願いするわ。影山優香って、アイドルなのに育130以上って噂されてるよな。本当かしら？すごいわね。本当だぜ。しかも、メンサ、会員なんだ。メンサ、って、世界で最も会員数の多い高い育団体のことだぜ。育130以上の人しか入れないんだ。そうなのね。影山優恵ちゃんは、頭がいいんだわ。そうなんだ。影山優香は、東大受験も考えてたみたいだけど、結局はアイドルの道を選んだんだ。なんでアイドルになったのかしら？理由は本人が明かしてないけど、アイドルとして活躍したいって思ったんじゃないかな。確かに、影山優恵ちゃんは、アイドルとしても、すごく活躍してるわよね。アイドルって、頭が良いだけではダメなんだぜ。才能も必要なんだ。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドルとして才能もあるし、頭も良くて、本当にすごいわね。影山優香は、アイドル界の異端児だな。異端児ってどういう意味？アイドルは、可愛いとか、歌が上手いとか、ダンスが上手いとか、そういうイメージがあるだろ？うん、確かにそうね。でも影山優香は、頭が良いというイメージが強いんだよな。確かに、影山優恵ちゃんは、頭がいいというイメージが強いわね。だから、影山優香は、アイドル界の異端児なんだぜ。なるほどね。影山優香は、アイドル界に新しい風を吹き込んだ存在だな。確かに、影山優恵ちゃんは、アイドル界に、新しい風を吹き込んだ存在よね。影山優香は、アイドル界の未来を担う存在だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の未来を担う存在よね。影山優香は、アイドル界の希望だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の希望よね。影山優香は、アイドル界の宝だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の宝よね。影山優香は、アイドル界の奇跡だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の奇跡よね。影山優香は、アイドル界の伝説だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の伝説よね。影山優香は、アイドル界の女神だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の女神よね。影山優香は、アイドル界の女王だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の女王よね。影山優香は、アイドル界の頂点だな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の頂点よね。影山優香は、アイドル界の永遠のアイドルだな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の永遠のアイドルよね。影山優香は、アイドル界の伝説になるだろうな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の伝説になるわよね。影山優香は、アイドル界の歴史に名を刻むだろうな。そうよね。影山優恵ちゃんは、アイドル界の歴史に名を刻むわよね。
影山優佳は、アイドル界の未来を変えるだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を変えるわよね。影山優佳は、アイドル界の革命児だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の革命子よね。影山優佳は、アイドル界の英雄だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の英雄よね。影山優佳は、アイドル界の希望の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の希望の星よね。影山優佳は、アイドル界の未来を照らす光だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を照らす光よね。影山優佳は、アイドル界の奇跡の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の奇跡の星よね。影山優佳は、アイドル界の永遠の輝きだな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の永遠の輝きよね。影山優佳は、アイドル界の伝説になるだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の伝説になるわよね。影山優佳は、アイドル界の歴史に名を刻むだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の歴史に名を刻むわよね。影山優佳は、アイドル界の未来を変えるだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を変えるわよね。影山優佳は、アイドル界の革命児だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の革命子よね。影山優佳は、アイドル界の英雄だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の英雄よね。影山優佳は、アイドル界の希望の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の希望の星よね。影山優佳は、アイドル界の未来を照らす光だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を照らす光よね。影山優佳は、アイドル界の奇跡の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の奇跡の星よね。影山優佳は、アイドル界の永遠の輝きだな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の永遠の輝きよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46の謎について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、日向坂46の話題で盛り上がってるよな。そうよね。いろんな情報が飛び交ってて、正直、何が本当かわからなくなってるわ。まあ、噂はいろいろあるけど、今回の話題の中心は、あの番組の終了の噂だろう？ああ、あの番組ね。なんだか、急に終了って発表されたから、驚いたわ。実際、あの番組は人気だったし、突然の終了って、ファンは混乱してるだろうな。そうよね。何か裏があるんじゃないかって、いろんな憶測が飛び交ってるわよね。実は、あの番組の終了には、ある事情があったんだぜ。え、そうなの？教えてください。まず、あの番組は、当初から期間限定で企画されてたんだ。え、そうなの？知らなかったわ。だから、終了は、当初からの予定だったんだよな。でも、なんで今になって終了発表なの？理由は、番組のコンセプトと、メンバーの活動との兼ね合いなんだ。コンセプト？あの番組は、メンバーが様々なことに挑戦して、成長していく姿を見せるってコンセプトだったろ？ああ、確かに。いろんな企画に挑戦してたわね。だが、メンバーも、だんだん大人になって、新しい挑戦を求めるようになってきたんだ。確かに。最近は、ソロ活動とか、グループ活動以外でも活躍してるメンバーも多いわよね。だから、番組のコンセプトと、メンバーの活動の方向性が、だんだん合わなくなってきて、終了を決めたってわけだ。なるほど、そういうことだったのね。それに加えて、番組の制作費も問題だったんだぜ。制作費？あの番組は、結構お金がかかる番組だったんだ。え、そうなの？結構豪華な企画が多かったもんね。だから、番組の継続は、難しい状況だったってわけだな。なるほど。いろんな事情が絡み合ってたのね。まあ、いろいろ言われてるけど、番組終了は、番組側も、メンバーも、みんな納得した結果なんだぜ。そうなのね。でも、ちょっと寂しいわ。
でも、メンバーは、これからも活躍していくし、新しい番組も始まるだろうし、期待しててくれよな。そうよね。日向坂46の今後の活動も、楽しみにしているわ。それから、もう一つ重要な情報があるんだぜ。何ですか？あの番組の終了発表後、実は、新しい情報が公開されたんだ。え、新しい情報？そう、あの番組の終了発表と同時に、新しいウェブクムが公開されたんだ。ウェブ CM？ そう、メンバーがビタミン C を運ぶっていう内容のウェブクムだ。ビタミン C？ そう、あのクムは、日向坂46が、ビタミン C を摂取することの大切さを訴える内容なんだぜ。え、ビタミン C？ なんで？それは、メンバーが、日々の活動で、疲れを感じたり、体調を崩したりすることが多いからなんだ。ああ、確かに。忙しい日々を送ってるもんね。だから、ビタミン C を摂取することの大切さを、みんなに知ってほしいってわけだな。なるほど、そういうことだったのね。だから、あの番組は終わったけど、日向坂46の活動は、これからも続いていくんだぜ。そうよね。日向坂46の今後の活躍も、期待しているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46と欅坂46のドキュメンタリー映画について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まずは、日向坂46のドキュメンタリー映画、3年目のデビュー、についてだな。ええ、あの映画、すごく感動したわよね。うん、感動するよな。でも、あの映画には裏があるんだぜ。裏？どういうこと？あの映画、実は日向坂46メンバーの意見が反映されてない部分が多いんだ。え、そうなのね。例えば、映画の中で、日向坂46はすごく仲が良さそうに書かれているけど、実際はそうでもないんだ。そうなの？うん。メンバー間で意見が食い違うこともあったし、撮影中にトラブルもあったんだ。それは、知らなかったわ。でも、そういう部分は映画ではカットされて、仲良しグループみたいに書かれているんだ。なんで、そういうことをするのかしら？それは、事務所が、日向坂46を良いグループとして見せたいからだろうな。事務所が、そういうことをするなんて、ショックだわ。だから、あの映画は、日向坂46の真実の姿ではないんだぜ。じゃあ、あの映画は、嘘なの？嘘とは言わないけど、真実ではないのは確かだな。難しいわね。次に、欅坂46のドキュメンタリー映画、僕たちの嘘と真実、についてだな。あの映画は、暗くて重たいイメージがあるわよね。うん、あの映画は、欅坂46の暗い部分を切り取ったものだ。でも、あの映画も、まなみじゃないの？あの映画は、欅坂46の真実の一部ではあるけど、すべてではないんだ。どうして、そうなの？あの映画は、欅坂46の暗くて重たい部分ばかりを強調しているんだ。そうね、確かに、明るい部分はあまり描かれていないわね。でも、欅坂46は、暗い部分だけじゃないんだ。うん、そうよね。あの映画は、欅坂46の暗い部分を強調することで、視聴者を感動させようとしているんだ。なんだか、悲しいわね。だから、あの映画も、欅坂46の真実の姿ではないんだぜ。じゃあ、欅坂46のドキュメンタリー映画は、全部嘘ってこと？嘘とは言わないけど、真実ではないのは確かだな。難しいわね。結論としては、日向坂46と欅坂46のドキュメンタリー映画は、どちらも真実ではないんだ。そうなのね。でも、あの映画は、それぞれグループのファンにとって、大切な作品なんだぜ。そうね。だから、あの映画は、真実ではないにしても、価値のある作品なんだ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、アイドルグループだよな。そうよね。最近は、メンバーの卒業とか、いろいろ話題になってるみたいだな。そうみたいね。特に、加藤志穂ってメンバーが、最近話題になってるんだぜ。加藤志穂さん？そう、彼女が、ある番組で、恐怖体験を語ったんだ。恐怖体験？その番組で、加藤志穂は、ある出来事について、詳しく語ったんだ。
どんな出来事だったの？その番組で、加藤志保は、ある場所での恐怖体験を語ったんだ。場所はどこだったの？彼女は、その場所の名前は明かさなかったんだ。そうなのね。でも、彼女は、その場所で、怖い体験をしたと語ったんだ。どんな怖い体験だったの？彼女は、その場所で、幽霊を見たと言っていたんだ。幽霊？そう、彼女は、その場所での幽霊を見た体験を語ったんだ。それは怖い話ね。彼女は、その場所での幽霊を見た体験を語り、その後、その場所に行くのが怖くなったと語ったんだ。それは理解できるわ。彼女の話は、ネット上で話題になって、多くの人が恐怖を感じているんだ。そうみたいね。彼女の恐怖体験は、ネット上で話題になって、多くのファンが心配しているんだ。心配しているのね。でも、彼女は、その恐怖体験を乗り越えようと努力しているんだ。そうなのね。彼女は、その恐怖体験を乗り越えようと、前向きに頑張っているんだ。それは素晴らしいわね。彼女の頑張りは、多くのファンを励ましてくれるんだ。そうよね。彼女は、アイドルとして、これからも頑張ってほしい。応援してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、もともとは欅坂46の2期生が中心になって結成されたグループなんだぜ。そうなのね。欅坂46から生まれたグループだったのね。欅坂46は、初期はアイドル界で話題になって、人気もすごかったんだけど、メンバーの卒業や活動休止が相次いだよね。うん、確かにそうだったわね。活動休止とかも聞いたわ。それで、グループの路線変更を図るために、2期生を中心に新しいグループを作ったのが日向坂46なんだぜ。なるほど。だから、日向坂46は、欅坂46の2期生が中心になっているのね。正解だぜ。でも、日向坂46は、欅坂46とは異なる路線で活動しているんだぜ。どういう路線なの？欅坂46は、クールで大人っぽいイメージだったけど、日向坂46は、明るく元気なイメージなんだぜ。ああ、確かに、日向坂46はいつも笑顔で楽しそうで、見ているこっちまで元気になるわよね。そうだな、日向坂46のメンバーは、みんな個性豊かで、魅力的なんだぜ。それぞれが輝いてて、見てて飽きないわよね。そうだな、日向坂46は、これからもっと人気が出ていくと思うぜ。楽しみね。ただ、日向坂46も、いろいろあったんだよな。え？何があったの？メンバーの卒業とか、活動休止とか、いろいろあったんだぜ。そうなのね。詳しく教えてくれる？まずは、柿崎めみの卒業だな。柿崎は、日向坂46の初期メンバーで、人気も高かったんだけど、卒業しちゃったんだぜ。柿崎さんって、明るくて笑顔が可愛い子だったわよね。なんで卒業しちゃったのかしら？柿崎は、卒業理由を明らかにしていないんだけど、いろいろ噂があるんだよな。噂？どんな噂？一つの噂は、改名に不満があったって話だぜ。改名？柿崎は、もともとは、柿崎めみって名前だったんだけど、日向坂46に加入する際に、影山優佳に改名したんだぜ。え、そうだったの？そうなんだぜ。柿崎は、改名に納得いかなかったみたいで、それが卒業の理由の一つだったって話もあるんだぜ。そうだったのね。改名って、アイドルにとっては大きな決断よね。そうだな。柿崎の改名については、ファンも賛否両論だったみたいだぜ。確かに、改名するってことは、ファンにとっても大きな変化よね。まあ、柿崎の卒業については、いろいろな憶測があるけど、真相は本人しかわからないよな。そうね。本人が何も語っていない以上、真相はわからないわよね。柿崎の卒業以外にも、日向坂46には、いろいろな問題があったんだよな。例えば？例えば、佐々木組の卒業騒動だな。佐々木は、日向坂46のキャプテンで、人気も高いんだけど、卒業するって噂が流れたんだよな。え、キャプテンが卒業するって、衝撃的だわ。そうだな、佐々木は、卒業するって噂が出てから、しばらくの間、
活動休止していたんだぜ。どうして活動休止していたの？佐々木は卒業するかどうか悩んでいたみたいで、その間は活動を休止していたんだぜ。悩んでいたってことは何かあったのかしら？佐々木は卒業の理由について詳しく語っていないけど、ファンからはいろいろな憶測が飛び交っているんだよな。どんな憶測が？一つの憶測はメンバーとの隠盛りが原因だって話だぜ。メンバーとの確執？そうだな。佐々木はキャプテンとしてメンバーをまとめる立場だったんだけど、メンバーとの関係が悪化してしまったみたいで、それが卒業の理由になったって話もあるんだぜ。え、そんな？まあ、佐々木の卒業についてはいろいろな噂があるけど、真相は本人しかわからないよな。そうね。本人が何も語っていない以上、真相はわからないわよね。佐々木の卒業騒動以外にも、日向坂46にはいろいろあったんだよな。例えば？例えば、佐々木美玲の活動休止だな。佐々木美玲は、日向坂46のエースで、人気も高いんだけど、活動休止しちゃったんだぜ。え、エースが活動休止？どうして？佐々木美玲は、活動休止の理由を明らかにしていないんだけど、いろいろな噂があるんだよな。どんな噂？一つの噂は、精神的な疲れが原因だって話だぜ。精神的な疲れ？そうだな。佐々木美玲は日向坂46の活動に疲れちゃっていたみたいで、それが活動休止の理由になったって話もあるんだぜ。わかるわ。アイドルって常に笑顔でいなきゃいけないし、プレッシャーも半端ないだろうし、精神的に疲れてしまうこともあるわよね。そうだな。佐々木美玲は活動休止中にゆっくり休んで心身を休ませたみたいだぜ。よかったわね。佐々木美玲は活動休止後復帰してまた活躍しているぜ。よかったわ。日向坂46はメンバーの卒業や活動休止などいろいろあったけど、それでも活動を続けているぜ。すごいわね。強いグループね。日向坂46はこれからも人気グループとして活躍していくと思うぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46ってアイドルグループだよな。最近いろいろ話題になってるんだぜ。そうね。よく耳にするわ。でも具体的にはよく知らないのよね。まず日向坂46はもともとは欅坂46って呼ばれてたんだぜ。欅坂 46？ 初めて聞いたわ。2015年に結成されたグループで、当初は欅坂46の妹グループとして活動してたんだ。欅坂46の妹グループだったのね。でも、2019年にグループ名を日向坂46に改名したんだぜ。改名したの？どうして？理由はいろいろあるんだけど、一番大きいのは、欅坂46との差別化を図るためだって言われてるんだぜ。なるほどね。日向坂46は、欅坂46とはまた違った、明るく元気なイメージで活動してるんだぜ。確かに、日向坂46は明るいイメージよね。メンバーも個性豊かで、人気も高いんだぜ。そうよね。よくテレビで見かけるわ。最近では、メンバーの卒業やグループの活動休止など、いろいろ話題になってるんだぜ。そうなのね。詳しく教えてくれる？例えば、2022年には、柿崎めみっていうメンバーが卒業したんだぜ。柿崎めみのるさん？彼女は、グループの初期から活躍してたメンバーで、人気も高かったんだぜ。そうだったのね。卒業理由は公表されてないけど、いろいろ噂になってるんだぜ。噂って？例えば、改名に不満があったとか、ストーカー被害にあったとか、父親の病気とか、いろいろ言われてるんだぜ。まさか、本当なのかな？真相は本人しか知らないんだけど、いろいろ憶測が飛び交ってるんだぜ。真相が知りたいわ。他にも、加藤志保っていうメンバーは、深夜の音楽番組で初の単独パーソナリティを務めたんだぜ。加藤志海さん？彼女は、グループの顔的存在で、バラエティ番組にもよく出てるんだぜ。そうね。よく見かけるわ。単独パーソナリティを務めるのは、グループにとって大きなステップアップだと思うんだぜ。確かに、これからの活躍が楽しみね。日向坂46は、これからどうなっていくのか、
注目されてるんだぜ。今後の活動に期待したいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、アイドルグループだな。そうね。でも、最近、いろいろと話題になってるよな。確かに、ネットでもよく見かけるわ。特に、メンバーの過去とか、グループの内部事情とか、いろいろと噂されてるぜ。そうなのね。一体何が本当で、何が嘘なのか、よくわからないわ。だから、今回は、日向坂46の真実について、徹底的に解説していくぜ。ワクワクするわ。まず、日向坂46は、もともとは欅坂46というグループだったんだ。そうだったわね。2019年に、グループ名を日向坂46に改名したんだ。名前変わったのね。この改名には、いろいろと事情があるんだ。どんな事情なの？欅坂46は、欅坂46の妹グループとして、結成されたんだ。そうだったのか。でも、欅坂46は、欅坂46とは異なる路線で、活動してたんだ。どういうこと？欅坂46は、欅坂46よりも、明るいイメージで、活動してたんだ。なるほど。でも、欅坂46のファンは、欅坂46の活動に不満を持っていたんだ。え、なんで？欅坂46のファンは、欅坂46が、欅坂46の影に隠れて、活動しているように思えていたんだ。そうだったのか。それで、欅坂46のファンは、欅坂46が、欅坂46から独立してほしいと考えていたんだ。なるほどね。その結果、欅坂46は、グループ名を日向坂46に改名し、欅坂46から独立したんだ。そうだったんだ。つまり、日向坂46は、欅坂46から独立したグループなんだ。そうか、そういうことだったのね。そして、日向坂46は、欅坂46とは異なる路線で、活動しているんだ。どんな路線なの？日向坂46は、欅坂46よりも、もっと明るいイメージで、活動しているんだ。ふん。日向坂46は、アイドルソングだけでなく、バラエティ番組にも出演しているんだ。そうなんだ。日向坂46は、欅坂46とは異なるグループなんだ。わかったわ。日向坂46は、現在、人気上昇中なんだ。そうね。日向坂46は、これからも、多くのファンを魅了していくと思うぜ。楽しみね。日向坂46は、これからのアイドル界を担っていくグループなんだ。そうね。日向坂46の今後の活躍に期待しようぜ。楽しみだわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。